皆さんどうもこんにちは、イノシシブルファンゴです。本日もピックスワークやっていきたいと思います。前回の続きで、魔法を始めました。実装編やっていこうと思っていたんですが、ゾンビがいませんゾンビおらんのよ。てかどこにスポーンするかも全然わからなくてさ、前回で一瞬だけスポーン、1回か2回ぐらいスポーンしたね場所をしばらく見張っててんけど、なかなかスポーンせえへんから、もうちょっとね、気持ちを切り替えて、なんやったかな、なんかね、レベル60ぐらいでもう一個上のね、ランクの杖が作れるっぽいから、あ、こっちじゃないか。よいしょ。これかな?うん。だから、まあ、しばらくはちょっとこっちの方をね、目指して頑張ろうかなと思っております。なんでね、取り急ぎレベル60まで上げていかなあかんなってことで、今回はレベル上げの回にしたいと思います。ただ、まあ、ただね、ただ単にレベル上げしても面白くないから、今回はこちら、広大に広がってるね、こちらの魔法の森で、大型怪獣じゃないわ。大型恐竜をね、ちょっとテイムする回にしようかなと思っております。手持ちにはね、一応、この魔法生物に効く眠りの矢をね、80本程度用意しましたので、これを使ってね、できるだけ多くのモンスターをテイムしていきたいなと思います。それでは行きましょう。いや怖いな。あ、すげえ、早速ペガサスおる。じゃあいつ取ろう。これ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 絶対強いって。あ、ちょ待って、もうあんた60やし強い。ちょ待って、ペガサス捕まえたいんだけど。てかこいつ強いな。あ、てかこいつもテイムしたろかな。よいしょ。あ、ちょ待って、やばい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 、やばい、死ぬかも。あ、オッケー、逃げた逃げた。ああ、ちょ待って、あんた逃げないで、せこくねそれ。そう、これ気絶値がさ戻るから。よいしょ。あ、いって、なんかおるし。あ、毒毒毒毒毒、やばいやばいやばい。ちょっと待って、もうあいつも嫌。よいしょ。あ、ちょっとやばいやばい、これやばいやばいやばい、普通死ぬ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 、危ねえ危ねえ。あいつもう復活してるよね。あいつをテイムしたいな。エイム、あ、気絶した、オッケー。よし、じゃあこいつは何食うんやろね。え、何これ、インベントリなんか光ってるけど、肉と餌でも入れとくか。テイム中になってる。オッケー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 。この鎖みたいなのは何だろうね。あ、これだから魔法の、矢で眠らしてますよってことだかな。はい、来ましたね、ありがとうございます。よし、これで赤いクマが仲間になった。あー、どっち食ったよね。あ、ちょ、え、うせやん。あ、サドルなしで乗れるこいつ、すげえ、やった、サドルなしで乗れるんや。てかサドルなしで乗れるやつもおるんよね。じゃあちょっと早速ペガサスを捕まえに行こうか。あ、おったおったおった、おったけどさ、あいつなんなんやろ、下におる飛んでるやつ。あいつもなかなかやね。ちょっと待って、こっから狙い撃ちできるかな。エイムがね、どうも俺下手くそらしいから。よいしょ、ここ外す。あ、休んでる休んでる、今や今や、避ける、避けてるあいつ。え、あ、遠すぎるのかな、全然当たれへん。どないなってんの俺。当たった、逃げていく。あ、あいつも逃げるパターンのやつか。ちょ待って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 、あ、待って、ケンタウロス、アッシュ、待って、なんか2匹来た2匹来た、やばいやばい、これはやばいこれはやばいこれはやばい、待って、落ち着け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 、なに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 、怖い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 、ちょっと逃げろ逃げろ逃げろ、クモさんは失いたくない、まだおったおった。ガーゴイル、じゃああいつ取ろう、取れるかな。よいしょ、オッケー、来た来た、早っ、やったやった、いけるいけるぞ。
いけるぞ。じゃあこれで待っとったらいける？もうちょっと肉入れる？怖いわーほんま。お、来た。テイム完了。ガーゴイルやってやば。来た。すげえ。めっちゃかっこよくないこれ。あ、ちょっと待って、ライトできる。どういうこと、どういうこと、どういうことこれ。すげえ、ライドできる。え、こいつもサドルなしでいいの？すごい。いや、これ強いわ、絶対。うわ、すげえ。あ、もう一匹おるけど、もう無視を。ちょっと待って、ちょっと威力試してみよう。このファイヤーモース。このクモさん倒して。あ、待って、もう一匹来た。ちょっと待って、逃げろ。レベル高い、レベル高い、うまい。ほんで、ペガサスをとりあえず取ろう。さっき、え、ちょっと待って、追従来てる？近い。エイムよ、エイムっていうか。狙いに行く。あ、いいとこ降りた。来た。自分何食う？テイムはマジックベリー、オッケーやな。よし、インベントリー。マジックベリーぶち込んでおきましょう。マジックベリーと、これでどうなるかやね。お、切ったー。やったー、ペガサス来た。あ、なしで乗れる。すげえ、クラなしで乗れんねや。あ、早い。スタミナも結構あるんじゃない？え、すげえ。いや、ちょうどね、このペンギンさん、この下見えるかな、このペンギンさんがあまりにもさ、ちょっと弱くてさ、移動先でことごとく、これ多分ね4代目ペンギンさんぐらいね、これ。だからね、あ、すげえ、これは嬉しい。すげえ、空飛ぶ乗り物、乗り物ってか動物が、てかこれ恐竜なんか、昔おったんかこいつ。速いし体力もあるし強いやろ多分。その辺のちょっと敵殴ってみようか。いくか。地面を速く動けるってわけではないかな。お、いいね、いいね。よし、クモさんに乗って残りのね、じゃあケンタロスを捕まえに行こうか。 L、 あ、すごいね、 ZL で火吹けんねや。でもこれ自分に当たっても食らってたからね。味方の攻撃やからとか一切関係なさそう、これ。あ、おった。あれね。あ、気づかれた。よいしょ。待って、あと一発当てるのが大事やねん。あと一発が大事やねんって。おっ、待って、自分ちょっと待って、ちょっと待って、いろんなやつに気づかれてる、これ。やばい、絶対なんか攻撃されても。ちょっと待って、あっちでケンタウロス普通のがある。いって、無理。ちょっと待って、めっちゃおる。やばい、ちょっと逃げろ。やばい。逃げろ。こっちか。あ、めっちゃおる。落ち着いて。ちょっと、やばい。待って。ぼこらない。なんでこれ、無礼でやられてんの、これ。ちょっと待って。はい、ということで、今回はね、とりあえず魔法の森の生物をちょっとテイムしてきました。でもやっぱ難しいね、あそこ。あの集団で来られたらもうひとたまりもないわ、あれ。ケンタウルス、なんかそいつらをね、最後を捕まえたいけど、あいつらも足速いからな。
なんかこの、なんていうの、眠りの矢以外でこう、なんていうの、いる方法とかないんかな。なかなかこれさ、リロードも長いからさ、難しいよね。銃とかでね、麻酔弾みたいなのがありゃいいけど。よし、じゃあちょっとね、裏で、こいつら使いながら魔法の森でレベルアップして、次回までにね、今度こそ魔法の杖を作れるようにしておきたいと思います。それでは皆さん、次のパートでお会いしましょう。バイバイ、またねー。